老若にゃんの誰からも愛されている、このジュエルブレイクシュミレーターっていうゲームで遊んでいきたいと思います。これ絶対プリズンがおしろいよこいつ。だってほら見て、右手になってこれ持っとるもんな。もうこれなあやんのかお前、俺たちニコイチに喧嘩売ったらお前な、お前踏んでないやろ俺何にも今。いや待って、何ここ、やば、仲間の宝物庫やんけお前。こんなん嘘やろ、嘘やろ、これ全部仲間になんの、ドリンクバー的な。やばい、来たみんな、こんなんも待ったなしだ。でもね、さっきの炎のところに進む前にこやつらをみんな仲間に入れてしまうとみんな燃え死ぬから、まずこの精鋭部隊4人、この精鋭部隊でちゃうねんやめ、おい、これでまずここの警官をちょっとぶちのめすわ。まずね、はいストップ、いいよ、いけ、壁貫通すんのやめて、壁貫通してきたからね今一発。一人死んでない、おい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 、マジ、あーでもあと2人、あいつらぶっ殺せば、あいつらぶち殺せばもう脱獄待ったなしだよ。すごい、世界一ワイルドな脱獄してる気がする。行くよ、行くでみんな、3人でちょっと怖いな。お前一番左のやつ、お前もうぬいぐるみからまた出てきましたみたいになっとるやんけ髪。いいよ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 、撃たして、撃たしてからね、はい、いいよ、いるから大丈夫、視界はねそんな狭いって俺はもう知ってんねん。だからこうやって回り込んで、はいはい弱点、はい撃ち取ったり、もう後ろから近づいてもさ、後ろから近づいてもなんかしないけど攻撃もらうんだよな。いいよ、お前のその視界の悪さ俺はもう把握し済みなんだよ。悪いな、でもバレちゃう。いいよ、2人さえいたら大丈夫だよ、死なない気がする、死なない気がする、大丈夫大丈夫、2人いたら勝てるんだよな。あと1人おんねん、あと1人上にな、あそこ、いやあと2人だな、やべ2人でいけるかな、ちょっとやばいな2人だったらこれね。いや大丈夫大丈夫、上のやつはどっか勝手に行くから、ここに1人いるんだよ。いない、なんか閉まってるし、待って、さっき閉まってなかったよこれ、嘘やろ、入れない、入れるでしょさすがに。まあそうだよな、うん、刑務所の檻普通に通り抜ける。待って、みんないた、いた1人、こうやってクラスの間に入れなくて座ってる子いた、これね、しっかり俺声かけてあげるからね。こういう子結構地獄なんだよな、移動教室みたいな時な、あと体育の時間にある2人1組作ってくださいっていう時、むず、すごいなんか不安そうな顔すんねんな。うん、俺やったんだけど、ちなみに俺やったね、そういうの、俺、今の俺で、ここであの残尿野郎もいるやんね、残尿野郎も、ひどいや、ひどいんじゃえが。なんかこれ2回死んだのかな、かれこれ2回死んだけど、俺が死ぬたびにこの刑務所の中の治安がどんどん悪くなってる気がする。俺が1回死ぬたびにね、治安悪くなってねえかさっきから。あー、まあいいけどさ、別にいいよ、別に君がおしっこしてようが何してようが僕は仲間が欲しい。うん、君もいいよ、別におしっこの的になってても射的みたいになってたけど、これどうやって拾うねん、これ拾った、時計や、時計拾った、でだよ、これはもうここには何もないな。あー、これクリア待ったなしだ、結局5人になっちゃったな。でも5人でさ、あの火のところ渡りきれる自信ないんだよ俺、絶対死んじまうよな。まあ行くよ、待って、何してんのマジ仲間めっちゃおるやんけ、今回めっちゃおるやんけ。これ毎回ランダムなのかな、仲間の場所とか。はい、ゴー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 、これ欲しいね。まあいいや、でも帰り道ゲットできるかな、どっちみち。さあ来ましたよ、火事エリアね。うん、消してほしいけどな、なんかこんな5人ぐらいいたらね。待って、アイテムなくない、待ってみんな見て、さっき会えたアイテムなくなっとるよ俺。いける、5人、5人大丈夫、5人いける幅ある、これ。あれ
何のために進んどる俺これ今。何のために進んどる。これ何にもないよねこれ多分ね。行き損ないよなこの感じ。なんか奥のこれちょっと、え、奥のあれなんだ、ちょっと奥見てみたい気するわ。まあ、この辺までだったら大丈夫。あ、影か、ただの影やんけ。これか、ここのキーアイテムは。この際取られんねんな。あ、これ入手して、おい、いいよ、離れてく？いいよ、いいよ。OK。さあ、さっき減った分はここで補給するんでね。大丈夫っす。ビール瓶しかないな。ビール瓶1本しかなかったけど。なんかこのヤンキーたちね、すげえな、お前。首締まってたろ、今。どっから首出したんや、お前。カメみたいになっとったんやけ、お前今。ここの下行って、仲間のいるところに降りて、あと行ってないところか。まあ、確かに結構あったちゃん。あ、生き残りがいるぜ。あいつ、殺されてんのか。やっちまおうぜ。もう数増えたからね。なんで？ま、あいつやばい、あいつやばい、あのボム兵やばいねん。てか待って、仲間、生き返っとるやないかよ、お前たち。みんな倒したのに、俺さっき。でも、こいつらの視界の悪さは、本当に有名。うん。関東でこいつらの視界の悪さめっちゃ有名やねん。こいつらほんま目が悪い。だから、後ろから、しばいていく。はい。なんで？なんで？なんで？なんでや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 ？いいよ。この仲間連れてっていいから、まあいいか。とりあえず連れてくわ、みんな。友達増えた。来ましたよ。完全にドリンクバーですからね。でもね、俺的にね、ここでこんな一気に仲間集めるべきではないと思うんだよね。多分、叱るべきタイミングで連れてくんだと思うんだよ。これ。こんなさ、だって火のところなんて特にそうじゃん。これ連れてったらもう死んでたじゃん、だってさっきみんな。うわぁ、なんかすげえソシャゲで見たことあるぞ、俺こんな行列作ってくゲームみたい。あいつだけは絶対仲間にしちゃいけないやつだって、こいつ。ちょっとちげえもん、他のやつとオーラが。雰囲気、普通に仲間になったけどさ。普通に仲間になったけど、こいつだけオーラ違ったからな、今。さあ、あと、1、2、3、4、5、5人か。多いなぁ。こんだけいたら前にいやな、適当にはめらしてな、自分後ろにいたら絶対死なないやんね、もうこんなんね。怖っ。お前たち、いや、来てるやんけ、警察が。ただな、え、何その罠、何その地獄みたいな罠。そんなことある。そんなことある。上から降り注いできたよ、今。シャワー。矢のシャワーが。じゃあ、行くよ。はい。ちょ、そっちから行くなって。なあ。しっかり言うこと聞いて、俺の。そっちから聞いたら、多分君ら、もう死ぬから。まあ、いいか。死んでも。こんだけいるしな。ちょっとぐらい減っても大丈夫だな。じゃあ行くわ。行こうぜみんな。楽しくなってきた。やばい、来たよ。これもうゲームオーバーになる未来見えないけどな。まあ、問題なのが戦闘が、戦闘がもう多すぎてさ、自分の、おい、そらないだろ。なあ、そらねえよな。お前が悪いんだぞ。お前が悪いんや。俺の強化なしに復活したお前が悪いね。待って、これでもさ、絶対あれやん。罠飛んでくるタイプやん、これ。ほら、ほら、来た、ほら、来た、すごい、すごい、知ってる、知ってる、知ってる。あ、いたいたいた、来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 た。来たよー、だいぶ減ったよ。流れ込もうぜ、みんなで。みんなで入ろうぜ、もう。ポコポコにしようぜ。え、どこ行った？え、まだ。もう気づかない間に死んどるもんな、もう。もう勝手に死んどるもんな。あ、いいよ。助けるよ。すげえ、すげえ、もう今一瞬この柵、外れたからな、もう。今に関しては。投下するとかじゃなくても外したからな、今もう。力で。すぐついたけど。一人しかいねえ、仲間が。出よ。ここ左に行けばいいのかな。いや、刺さったまま生きてる人間もいる。フィジカル強いよ。そういうやつの仲間に欲しかったの、俺は。そういうやつこそやね。仲間に欲しい人材っていうのは。てか、絶対飛んでくるわ、これ。絶対来る。いや、みたいなのが。あれ、来ないな。どうせ俺やろ。なあ、いたな、お前。背中向けて、お前、けなげにな。ピストル持ってな。どこ行った？どこ行った？もうすげえじゃん、もう。触れたら死ぬみたいなね、もうね。能力者的な力もゲットしちゃったよ、もう。今何もしてねえしな、俺。完全に触れたら死ぬ的な、ワンピースのクロコダイル的なね、もう、
触った、いやどっから来た、どっから来たんやお前は。うん、でも触れたら死ぬから、触れたら死ぬねん。でなんだここ宝箱ある、絶対開けたくないんだけど、あの宝箱。これどうすればいいのこれ、ここ行くの、すげえな。おい、それマイケル・ジャクソンよりもすごい難しい動きしてるお前、それ見た今の、もううぞうぞうの中に行っちゃったけど、すごいよな、多分ここにいんね、ここにいるやつやね多分ね、すげえ動くしろあいつ、一人だけ、一人だけな。どういくこれ、そんでん、なんかアイテムが使うのかな、なんかもう一個アイテム必要っぽいね、なんか取り逃したアイテムあるかな俺。黄色くなってるよな、だってアイテムって、なんか道具的なものを作るんだろうけど、ん、取り逃したか、そんなことないと思うけどな。探そう探そう。まあ、ワンチャンバグって出てこない説もまあちょっとありそうだけど、ないな。あ、さっきの火事のとこにあったあの赤いやつだね、あれが確かに今回見てないな。え、でも火のとこ何もなかったもんね。ん、食堂？さっきのところ？もうやっちまいな、やっちまいな、もうなあ、分からせてやれ、もう何人来ても無駄だっていうことにはな、拳には勝てねえんだよ、ピストルでさえもな、分からしてやれお前たちなあ、雑魚どもが。もうなんか減ってんのか減ってんのか分かんねえもんな、もう、うん、減ってるのかこれは。食堂のところなんか赤いのあったって言ってたんだけど、ここにあった。ねえやんけ、ふざけんなよ、もう犬死にだよ、もうほんとにこんなん許せねえほんと。あー、もう確実に人数減ってってるよ、やっぱ火のとこ行くしかないのかな。火のとこな、言うてもな、もうセーブって、もうあいつもリスポーンしたもんだって今もう。あいつダメだろ、リスポーンする場所見せちゃ、一応さそこしっかりやってもらわないと。ちゃんと鏡映るのいいな、しっかり鏡映る感じがね。やばい、これゴールできないパターン見えてきたよ、みんな伝説のゴールできない、物理的にゴールできなくなるパティーンね、これ名物ですよ。ないもんな、横にもどう見てもない。じゃあ上行きますか、火のところ、もしかしたら火のところにあるかもしれないからな。なかったけどな、でもさっき見た時絶対これであったらあったで氾濫するよ、あったらあったで文句言うけどな、俺。なかったもんだって。で、でも爆弾こそ、爆弾こそ。撃たせるな、爆弾。投げさせる前にやっちまいもん。わかんないもん、死んでるか生きてんのかもう。わからんな。もうちょっとこう、死んだら死んだリアクションしてほしいな。手上げてほしいわ、もう。死にました、言うて。待って、みんな、待って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 。見て。あ、さっきからこれだったか。さっきからこれあったわ。ごめん。なんかちょっと道ができてるって言おうとしたんだけど、変わってなかったわ。ストップストップストップ、ヘイヘイストップ、オッケー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 、誰も死んで、誰も死んでない、誰も死んでない、いけるよ、ここやね、ないよな。でも見た感じなくない、だってここね、アイテムゼロだったけどね、最初からここにアイテム1個もなかったけど、こんなん大人数で行ってさ死なないわけないやん、こんなんも。いや、もうどう見てもないもんな。
やもうこうなったら行ってないと、行ってないっていうか最初のところまで全部見るわ。最初のところまで全部見て、もうバグっていうことを証明するわ。もう絶対ねえし。もう焼け込んで、あーもうやばい、ファミチキになってる、ファミチキになってる、あーファミチキになってる。もう結構ファミチキになったな、だいぶな。下から2番目のやつに関してはもう生きてるのかもわかんないけどな、もうそれ、その動き。あーしょうがねえな、完全にクリアできてた、ムーブしてたけどな、あんなね、大所帯になってね、チームも今からまとまって始まりますみたいな感じになってたのに、今パーン行こう。濃いやつ残ったな、濃いやつ残ったな、すっげえ歩き方、すげえもうすげえ迷惑。しかも一番迷惑な歩き方してるやつが矢刺さってるっていうね、ちょいちょいみんなも刺さるんだ、あいつの動くから。これもう蘇ってるやん、こんなん絶対。だって警察がポリス、あれ蘇ってる、あまだ蘇ってないぞ。まあじゃあ行きますか、こっちも。ここ見て何もなかったらもう終了だよ、本当に何もないよ。もうあ、ダメだ。はい。ということでね、これバグだね。これはね、完全にバグ。うわ、なんか隠し通路みたいなのある、奥に。いや、違うか。まあ、一応最初のところも見ますけど、こんにちは。どうせないやろ、何にも。どうせ何にもないやねん、お前。なあ。しかし。自由な警察、警察や刑務所やな、お前、ここ自由な。出入り自由や、お前、これ。もう、何にも意味ない、この扉の鍵かかってねえんだもん。鍵かかってねえのに、お前、光るな、その紙。お前、そう、知っとんねん、そこなんで書いてあるか。ロックって書いてあるね、これ。ほら、ロックって。かかってもね、鍵に。なんで光ってんねん、お前、それ。最初発光してなかったのにな。急に発光しだして。ロック。ルックやったわ。何にもない。あれ？あ、マジでなんもねえじゃん、これ。積んだわ。完全に終わったわ。さっきのとこ見たらなんか手に入んのかな？何のためのこれ見ろってやつなんだろうね、これね。何を見ればいいの、これ。今更すぎるけどな。見ろ。もうダメだ、もう人生つむつむだよ、もうこんな。もうつむつむですらねえよ、もう積み上げるものもねえんだよ。終わった、死亡、終了。はい、おつぷり、はい、おつぷり、はい、おつぷり、500円のゲーム、おつぷり。まあそういうことだね、いろいろやったけど脱獄はいけないことやったね。そういうのを500円払って、わあ、すごい、もうやる気なくなってる、めっちゃ。めっちゃやる気なくなってる、もうこいつもう、出れねえのかよ、俺たちは、みたいな感じになっちゃってるけどね。やっぱ脱獄はダメなんだよっていうのを、500円払って分かるゲームでしたということで、ありがとう！お疲れー！最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。